Grand Blue Fantasy vs. Rising。 僕ビッキー。さあショータイムだ。君は僕のファンの子かな。隠れてないで出ておいで。え、あれ、私がビカラなんですけど。嘘、まさか妄想が実体化しちゃったとか。このままじゃいけない。イエイ！みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー。妄想体操。水耳外した時のビカラは頼りねえからな。フォローしてやれい、ビカラちゃん。早く耳を。そろそろ始まるよ。グランさんとのコラボステージ、緊張しすぎてうついけど絶対に成功させたい。たかしに力を貸して。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー。大好きだよグラン。グランと僕のコラボレーション、特別なショーの始まり始まり。あのネズミ耳を落とさせないように舞台を成功させなきゃね。大丈夫でしょうか。なんとかなんだろう。よし、Believe in Victory。だからのやつまだ準備できてねえみてえだな。ネズ耳でしょうか。だね。整うまで待っててあげよう。ジータさんに気を使わせちゃってる。頑張る私、勇気を出さなきゃ。どうにでもなれ。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー。大好きだよジータ。ふふん、ジータジータ、特製チーズをかけた勝負。お互いに絶対に負けられないね。アウギュステと行列ができてる、あの話題のやつだよね。一口くれよな。美味しそうです。負けないぞ。 Believe in Victory。 ネズミミか。この手合わせを通じてネズミミにふさわしい振る舞いを身につけなくてはな。ネズミミをつけての演舞に付き合ってくれるのは嬉しいけど、私もしかして無理なお願いしちゃったのかな。気にしちゃダメだ。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー。準備はいいかい。ふふん、やあやあお待たせ。ネズミをつけて一緒に踊ってもらおうかな。約束をたがえるつもりはないが、やるからには失態は見せられん。練習には付き合ってもらうぞビカラ殿。これは身長が伸びた時の予行練習とでも言いますか。高さが変われば戦闘時の勝手も変わるというもの。そう、鍛錬の一種だったのであります。ああ、そっか。デライラさんから聞いた背が伸びる秘訣、シャルロッテさんに教えたんだった。私も頑張らないと。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー。それじゃあいくよ。さてさてさて、お待たせ。身長を伸ばす秘訣だったよね。親友から聞いた話でよければ教えてあげるよ。後輩を賜り感謝。こたびの手合わせを通してその秘訣伝授していただきたく。ビカラ殿、準備は整っている。素晴らしい舞台に仕上げよう。君、騎士様と共演とか緊張しすぎて吐きそう。炎上したらどうしよう。うぬぼれちゃダメだ。みんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。僕と一緒に楽しもう。お待ちどうさま。盛り上がっていこう。キラキラと雪が舞い散る白銀世界、次の演出は君に決めた。舞台の知識は乏しいが、俺の力で皆が喜ぶのなら協力は惜しまない。なるほど、ユートピア、まさに夢であり理想といえる。だが俺は夢を夢で終わらせるつもりはないから。あれ、気のせいかな。なんかパーシバルさん怒ってるような。どうしよう。誤解を解かなくちゃ。いくよー、夢と希望のユートピアへようこそようこそ。イッツショータイム。準備は万全。いくよ。王様一名、ユートピアにご招待。いきなり討ちへとは恐れ入ったが、臣民を魅了する余興の数々学ばせてもらうぞ。イカラちゃんは夢と希望を、そして私は愛を。お互いに大切な思いをかけたデュエル、思いっきり楽しみましょう。ファスティゴさん、本当の私を知ったらがっかりするかな。違う、こっちも嘘じゃない。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、リッキー。Are you ready?どうだい、今のポーズ。さあ、ショータイムだ。愛と夢と希望のステージ、盛り上げていこう。うん、こんなにワクワクするデュエルって素敵ね。その思いに全力で応えるわ。さっきまでの威勢はどうしたの？もう遊びに行っちゃっていいわけ？ボン、煩悩に支配されたメーテラさんが相手なの。もう戦う前から負けてるような。でも私だってみんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。煩悩退散。待たせてごめんね。さあ、ショータイムだ。僕は十二神将、根の神の美から君の煩悩を払わせてもらうよ。人のこと煩悩のゴンゲみたいなので見ないでくれない？ちょっとだけいい男と遊ぼうとしただけも。エルキー、トモッキーからのラッキーって感じっすけど、うすかね。なんというようのオーラ。ぐいぐい来るコミュ力に圧倒されそう。目には目を、ようにはよう。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、リッキー。さあ、行ってみよう。ふふん、サイアンドコーだね。さあ、ショータイムだ。バイブス上げて、ファーリナイってね。あっつ、ちょちょちょ、まさかこれユートピア的なとこの採用試験なんじゃね？べえ、俺あんなにやりてえわ。あり、全然あり、夢が広がりんぐ。もうそんじゃ合言葉はかしこみかしこみ。みんな舞台に出られるからって浮かれすぎはダメだぞ。十二神将の顔に泥を塗るような真似はしたくないからな。どうしよう、どうちゃん。なんだかフェリーさん本気モードだよ。私も本気で答えないと。みんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。準備はいいかい？ペットたちにはドーマウスとコラボしてもらおうかな。いよいよ本番だけどきっと大丈夫。練習の成果を存分に出し切ろう。付き合ってくれてありがとう。前々から十二神将と力比べしてみたいって思ってたのよね。楽しませてもらうわ。十二神将のみんなでパーティーだって聞いてたのに、どうしてジェタさんと戦うことになってるんだろう。もうやるしかないんだね。いくよ、夢と希望のユートピアへようこそ、ようこそ。 Are you ready? Go! かしこみかしこみ。飛び入りの挑戦者はゼタだったんだね。これは熱い戦いになりそうだ。いやーごめんね、十二神将会議に私まで入ってきちゃって。なんか楽しそうだったからついね。夢や希望はとうの昔に置いてきてしまった。眩しいな。パレードを楽しむ雰囲気じゃない。でもタタラガさんにも笑顔でいてほしいから。だから勇気を出さなきゃ。みんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。一緒に楽しもう。いいのが撮れたよ。ユートピアの魅力をとくとご覧あれ。この一戦で学ばせてもらうとしよう。皆に夢と希望を与える秘訣とやらをな。夢かうつつか刃のみぞ知る。これって現実？夢だったらよかったのに。ちょっと一回寝てみようかな。目を背けちゃダメだ。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、リッキー。確かめるしかない。おはようございます。寝起きドッキリ大成功。夢の続きで僕と握手。何？今ビクラちゃんの声が。ごめんなさい、お相手ならすぐに。ありがてえな。ジー相手に嫌な顔一つせず相手してくれるんだからよ。ユートピアは老若男女どなたでもお楽しみいただけることを目指してるので、よしご招待しよう。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、リッキー。年玉ありがとう。さあショータイムだ。厄払いも兼ねて派手に行こう。子供は元気が一番。負けたら顔に墨で落書きだったよな。これはジジイも負けらんねえな。十二神将である君からも人のありようについて学びたい。そうだな、自然な笑顔の作り方などはどうだろうか。笑顔？陰キャな私にそれを聞く。違うか、多分こっちだよね。よし、やるしかない。みんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。笑顔のレッスンいくよ。待ってたよ、ゾーイ。さあショータイムだ。来てくれてありがとう。リーとリーも歓迎するよ。まさか笑顔の練習が実戦形式だったとはな。学ばせてもらおう。さあよいしょ。ねえねえ、イカラちゃん、そのネズミにカリオストロをつけてみたいな。なんで隠れてるのがバレたんだろう。なんだかカリオストロさんの圧が強い。もう逃げられそうにない。みんなを元気に。ラッキー、クッキー、リッキー、イッツショータイム。ようこそユートピアへ。お待たせ。でもごめんね、ネズミには貸してあげられないんだ。どういう仕組みなのかなってちょっとだけ気になったっていうか。俺様が可愛く頼んでるうちに応じておけばいいかな。強引に行かせてもらうぜ。お、ちょ待ち。どこやどこや。あかん、封筒焼き食い逃げされてもた。せや、リからのドーマウスで捕まえてくれへん。なんだか陽キャ的な圧をめちゃ感じる。トレードも始まりそうやし、どない。ここは勢いでごまかしたろ。みんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。イッツショータイムや。ふふん。ああ、こっちこっち。さあショータイムだ。今回のサプライズゲストは君に決めた。さあ共に舞おうよ。バレエだっちゅうのはようわからんけど、とにかく合わせて舞えばええんやろ。表舞台に立つのもやぶさかではない。皆の笑顔につながるのなら喜んで協力しよう。うわ、本物の10点集。後戻りできないとこまで来ちゃったかも。胸を借りるつもりだ。イエイ。みんなを元気に。ラッキー、クッキー、リッキー、イッツショータイム。待たせちゃった。いくよ。素敵なおひげだね。デコレーションしたらパレードでうんと目立てそうだ。なるほど、舞台の観客を楽しませつつ互いの鍛錬にもつながるというわけか。まさに一石二鳥、実に面白い。パレードを後方から支援する。今日はユーステスさんがゲストなので、後方じゃなくて前に出てもらわなきゃ困るというかちょっと強引だけど、イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー、ユッキーも続いて。やほやほー、いくよー今日こそはユーステスに笑ってもらうよ。俺はただ平穏と静寂を望む。それ以上でも以下でもない。感じるぞ、お前のネズミから特別な気配を。もしやこの俺の仮面と似ている。ですよね、バレバレですよね。ネズミか仮面、先に落ちた方が負けになるのかな。そんなわけないよね。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー、正々堂々勝負だ。ふふん、イエーイ、いくよ10点集と12神将の共演、今日はすごいステージになりそうだね。俺は参加するとは言っていないが、おい待て、勝手に始めようとするんじゃない、話を聞け。お姉様が恥じらいながら着用したというネズミに回収させていただきます。ビーラさんの満面の笑みが怖いんですけど、なんで一体どうしてわかんないんですけど、イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー、後で教えてもらうよ。ふふん、ようこそ。いくよカタリナがつけたネズミが欲しいだなんて新品じゃなくていいのかい。当然です。お姉様が恥じらいに頬を染めながら着用した事実こそ重要なのですからなんじゃ、ドーマウスに隠れておったのか。我と手合わせする約束じゃろ。さあ出てくるのじゃ。作戦思いつく前に見つかっちゃった。やっぱり後で一人反省会かなぶっつけ本番でイエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー、よろしく。アニラアニラ、お待たせ久しぶりの手合わせだよね。手加減はなし、全力でお願いするよイノカミクビラを追い詰めたというお主の実力、我にも通用するか見極めさせてもらうぞ。演舞の練習は十分に重ねたつもりだが、しかし肝心のビカラ殿はどこに。そこか。あ、バレた。さすがはジークフリートさんだ。存在感のない私ですら見つけちゃうんだね覚悟を決めなきゃみんなの心を晴れやかに。行こうよユートピア。Are you ready? Go! 来てくれた、ありがとう。お待たせ英雄ジークフリートが参加してくれるなんて、大物ゲスト参戦にみんな驚いてるよ。こういった興行の経験も必要かと思ってな。演舞の類は増えてだが、全力で挑ませてもらおう。夢と希望を届ける北の守護神、我が風の試練にて己が力を示すのだ。全力で来るがいい。いやー、グリームニルさん設定作り込んでるな。でも私なんで試練に挑むんだろう。とにかく世界観合わせなきゃ。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ミッキー、風の試練スタート。お待たせお待たせ。さあショータイムだ。グリームニルのかっこいい工場、舞台の上なら映えると思うんだ。よく理解してるじゃないか、北の守護神。いいか、よく聞け。我が風は槍となりて、その闇を貫かん。うまく演じられるかわからないけど頑張ってみる。なんであんなに迫力が。ミーヤさん演技なんだよね。私今日は帰れるよね。でも最高の舞台のためいくよ。夢と希望のユートピアへようこそようこそ。勇気を出して頑張ろう。ごめんごめん。お待たせ。ミーヤと一緒にホラーな演出に挑みたいんだけどダメかな。ダメじゃないけど人前に出るのは苦手だから、失敗しても怒らないでね。お待たせ。ふっふん、憧れのヒーローショーか。腕が鳴るな。気合い十分。なんて明るい。陽のオーラがすごすぎて眩しいぐらいだけど、もう後には引けない。みんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。ヒーローショーの始まりだ。やあやあ、お待たせ。いくよ。君のリクエストに応えてヒーローショーの開幕だ。よし、ありがとなピカラ。俺もみんなを守れるヒーローになるために全力で楽しむぜ。よう、そのあれだ、ユートピアってどんな店があるんだ。潜入調査じゃなくて下調べしたいと思ってさ。すがすがしいくらい取り繕ってる。露骨に怪しい。組織か何かの命令で調査してたのかな。わかんないけどみんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。仕事は忘れて楽しもう。かしこみかしこみ。さあショータイムだ。ユートピアに潜入調査だなんて怪しいな。なんでバレちゃったかな。だから強行突破しかない。おや、そこに隠れてたのか。俺も連れてってくれよ、嘘と欺瞞のユートピアにさ。ユートピアは嘘なんかじゃないのに、みんなを笑顔にする素敵な場所なんだもん。私が証明しなきゃ。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー、本気でいくよ。感じで明るく楽しくってわけにもいかないかな。でもこれが僕の性分でね。ああ、糸くずを取ってあげる。おっと、その拒絶っぷり、ネズミ耳を触られると都合が悪いようだ。まさか弱点？警告。予定されていた作戦区域から離脱中。推奨。作戦区域への早急な復帰。それはあの敵を倒してから。ああ、あんなアトラクションあったっけ？って敵とか言ってるけど、何のことだろう。アドリブで乗り切るしかない。いくよ。夢と希望のユートピアへようこそ、ようこそ。 Are you ready? Go! ネズミにもバッチリ。いくよ。ユートピアは誰だって歓迎さ。ところでその目隠し、僕のこと見えてるかい？詳細についてはデータ不足のため不明。コードネーム北の守護神。ネズミ科の耳型アタッチメントに何か秘密が。調査を開始する。それで身を隠したつもりか。浅はかな小バエとの戯れもここまで。世が直々に駆除してくれる。あ、父ちゃんに隠れてるのバレてた。やり過ごせると思ってたのに。もうやるしかない。みんなの心を晴れやかに行こうよ、ユートピア。目の神美から。僕ビッキー。さあショータイムだ。君にも笑顔を届けに来たよ。それとも僕と一緒にパレードに出てみるかい？滑稽という言葉は貴様にこそふさわしいらしい。笑顔だなどと二度とほざけるよう悪夢に落としてやろう。嘘で塗り固められた本性を暴いてめちゃくちゃにするのも悪くない。ユートピアは嘘なんかじゃないのに、みんなを笑顔にする素敵な場所なんだもん。私が証明しなきゃ。みんなを元気に。ラッキー、クッキー、ビッキー。本気でいくよ。やあやあ、盛り上がっていこうという感じで明るく楽しくってわけにもいかないかな。でもこれが僕の性分でね。俺は俺なりに明るく楽しくやってるつもりだぜ。だから盛り上がっていこうか。星の感謝を名乗る十二神将か。俺の計画に干渉できるとでも。世界の結末を決めるのはお前ではない。思い上がりも甚だしい。定められし破壊を前に何故現れ、夢も希望も無に帰す。兄さん、きっと苦しんでいるよね。私の声はもう届かないかもしれないけど、だけど私が止めてみせる。イエイ、みんなを元気に。ラッキー、クッキー、リッキー、破壊なんてさせない。僕ビッキー、お待たせ。リン、僕の声届いてるよね。また君の笑顔をみんなに見せてくれないかな。北の守護者、始まりの十二種。汝が守るべき空も間もなく永劫の無へと帰る。 Believe in victory. Battle 1. Engage. よっ、これが僕のとっておき。キムラスピンネット、ビーキー、パレード特攻だ。イエーイ、楽しんでる。から盛り上がってたね。一方慌ててたと思うよ。うん、夢と希望があふれるこの世界を壊したりなんかさせない。その中にはもちろん君も含まれてるんだ。僕たちは絶対に諦めないよ、リン。グランブルーファンタジー vs ライジング